俺たちは手握んなくていいね。はい、ではメンバーの皆さんはどんなお気持ちだったでしょうか。菊尾さん。はい、ご自分で区切りをつけられたこう男っぽい気性というか、あの歌丸師匠の気概にですね、大変打たれておりまして、まあみんな3問目になったら泣き出しちゃうんじゃないかと思って、一生懸命私普通にしてたんですけども、とてもその気持ちの重なり方が自分で辛くてですね、早く終わって早く終わってって思っていたんですが、終わっちゃいけないし、とにかく新司会の方が決まったんで、半分ほっとして半分とても残念でございます。で今日も本当に明るく努めて明るくやろうっていうのがみんな伝わってましてやってるんですが、さすがに最後の歌丸師匠の涙で、まあ、もうダメでしたね。これが本当なんですけどね、やっぱり寂しいですよ。ずっとやってたかったですね、今日は大喜利。いつも私あんまり仕事好きじゃない。もう早く終わっちゃう早く終わっちゃう、とにかく早く終わるのが一番いい仕事だと思ってやってきたんですが、今日はちょっと違いましたね。もう少しなんだこれでおしまいかっていう感じでね、やっぱり師匠がご決断したことですから僕らは何も言えないです。でも小遊三さんが早く終わらせようって気持ち答えに出てましたよ。あら、一番最後の答え抱いてくれってのはね。あれは最高でしょ。布団入って、寝るときに枕を濡らしてんでしょうね。なんで？だって枕濡らすんですから涙でしょ。でしょんべんじゃないからね。どんな寝相なんですか。よだれかと思った。いわば年上の恋人を亡くしたような気持ちでね、だけどまあこれからも落語をおやりになってくださいますから、その背中を追っかけて、まあテレビというのははっきり言って歌丸師匠50年頑張ってくれましたが、落語界にとって大事な焦点ですし、落語家が落語家として出てる最後の番組ですし、ここをまあ砦として守っていってくれという歌丸師匠の思いでしょうし、今日も多分誰か一人泣き始めたらみんなダメだったと思うんですけど、ギリギリセーフっていう感じだったですね。本当に大喜利で育ててもらいました。その歌丸師匠が今日で勇退なさるというのは本当に悲しい気持ちでいっぱいだったんですが、まあ、歌丸師匠が笑顔で笑点は終わらせようって言ってくださったので、笑顔で最後までいられました。は今日どんなお気持ちで座布団を運ばれていたんでしょうか。もう最初から挨拶するときにもう何にも喋れなかったんですけど、でもこれは焦点じゃないと思って、なんか笑いを作んないとって急に思って、でも本当に歌丸師匠いろいろありがとうございました。もうおい山田君座布団1枚が聞けなくなっちゃうと思うと寂しくて寂しくて。何を言ってんです山田君、これからは翔太さんが言いますよ、はい、山田君座布団一枚って翔太さんが言いますから、はい、大丈夫です、はい、取りだめでね。さあそしてその歌丸師匠から6代目として継ぐのが春風亭翔太さんになりました。改めて翔太さんよろしくお願いします。あ、頑張り、こちらこそよろしくお願いします。すいません、よろしくお願いします。歌丸師匠のまあ、僕らが回答した後のフォローの言葉とか一言でもう笑いの量が全然変わるんですよね。でもう楽屋に大平君と一緒に歩きながら今日のあれはうまかったなとかね、本当にちょっとこううなることが多いんですね。でその後っていうことで多分落語家で歌丸師匠のあと司会やってって言われてうわっやったって思ってる人は多分誰もいないと思うんですよね。いや本当に大変なことが待ってるかなとは思うんですけど、でもまあとりあえず自分らしくやるしかないなと。でしかも普通にやってても多分今までとはちょっと違った大喜利になると思うんですよね。何しろみんな先輩なんですよ。
そうですね、僕この中で一番の新参者がなんですよ。だからその大喜利史上初めて回答者の方が上から目線というですね。あ、ですね。これまでなかったですか。なかった大喜利の形になるんじゃないかなっていうふうに思ってます。翔太さんね、はい、余計なことのようですけども、決してね上から目線と思っちゃいけません、あの舞台へ出た時は、はい、全員が同じだと思わなきゃいけません。全員が同じ同格、ね、それで上下の差というのは楽屋にあるべきことで、舞台の上では絶対に上下の差はないと思わなきゃダメです。みんな聞いたか。聞いたもうすでに上下の差が師匠の後ろで見えないところで今春風亭昇太師匠の起用理由を制作者に代表いたしましてご説明いたします。プロデューサー中村と申します。昇太師匠になった起用理由はですね、まずは歌丸師匠が、ご勇退ということになり、まず一回制作者、みんなで、誰が司会になったやついいかなって話をしました。そこで、一回フラットに笑点が100年続くために誰がいいかなとなったんですが、笑点はチームワークの大喜利はチームワークの、競技というかチームワークですので、外から、話し家さんじゃない方っていうのは最初の方に亡くなりました。ということでこのチームをよく知る、現在の回答者の中から、誰かがいいのではないかと、それで新しいチームを作りたいなと制作者みんなで話をしました。でそれで一人ずつちょっとシミュレーションをしていきました。例えば、小遊三師匠の、スケベだったり、泥棒だったりっていうあの回答はやっぱり笑点には大喜利には必ず必要なものですし、やっぱり回答者としていていただきたいなと。で、好楽師匠も貧乏であったりとか、面白くないとか、そういう芸というかキャラというかがきちんと立っており、やっぱり好楽師匠の面白くない回答っていうのはすごい必要なもので、これやっぱり焦点としてはぜひいていただきたいなと。で、じゃあ木久扇師匠は、でも木久扇師匠はやっぱおバカキャラであり、やっぱりおバカキャラとしてキレがいい回答がやっぱ必要だなと。で、円楽師匠はもうインテリですし腹黒ですし、政治批判、その他もう円楽師匠しかできない答えがたくさんありますので、やはり回答者いただきたいなと。太平師匠も体を張った芸であったりとか、歌がうまかったりとか、とにかく朗らかで陽気な方ですので、太平師匠の回答もやっぱり回答者として大喜利に絶対に必要なものであると、山田さんももうミスター座布団運びですので、もうこれは山田さんは座布団運び以外考えられないなと、考えていったら一人いたなっていう、この人ならまあいっかっていう そういえば若手大喜利の司会とかもなんかやってた風だしいいんじゃないかな。すいません、消去法なんですか。とも言います。というチームが、そうか、翔太師匠が司会になればまた強い違う形ではあるが、歌丸師匠がいらっしゃった頃と同じぐらい強いチームになるなということを、決めさせていただきました。改めてでは50年間この笑点を務め上げられました桂歌丸師匠に大きな拍手を送りください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。